え、ユニフォームどんな感じだったの？ちなみに日本って書いてあって、うん、うちの高校の監督がなんか襟付きのが好きで、うん、大会用はもうここのこう中京大中京みたいな襟がついてるユニフォームをずっと、白で、白とあとちょっとクリームかかったのとあって、で日大なんで、うん、ストッキングとかピンクが入ってやってました。で日本、だからもうジャパンいいだ、ジャパンもういいよ、もういいだそうだね、そうだねじゃない、そうだね、もういいよあ、そっか、でもそういうのもあったんだね。でもネタだね、それ。まあネタって本当にうちの兄貴言ったんでそれはお兄さんもネタじゃない、ネタでしょまあそんな感じで言ったんだろうけどさ、はい、でもそうだよね、兄弟からしたらさ、ね、プロ行ってもらえて、まあそういうものを見てるわけだから、弟のそういう活躍を高校時代、いやいや、でもまあまあ、親父とかはあれだったけど、じいちゃんがもう本当に熱烈なジャイアンツファンで、もう昔あのジャイアンツの中継ってなんか、地上、今地上波っていうなんか UHF ですかね、はいはい、UHF で6時からやってるやつとか、あと、そうだそうだ、あったあったあったじゃないですか、それもずっと見てる人で、はいはい、だから本当にジャイアンツ大好きで、もうドラフトが終わって、家帰ったらまだ行くともなんとも言ってんのに、じいちゃん泣いてるわけですよ、よかったって言って行くって言ってないのにたいなそんな感じだったんですよ、やっぱ周りがすごかったですね。そうなんだ、だからなんだろう、木田はだから結局高校の時に甲子園は叶わなかったわけじゃない、うん、だけどやっぱりそういうものってそうやってドラフトでそうやって指名されるって言って、俺らは別に何とも思ってないよ、甲子園出たからここはプロ野球入るとか何とも思ってないけど、もう木田みたいに結構こうボールが速くてさ、しっかりした投げられるピッチャーだけど、結局甲子園が叶わなかった人がそうやって選ばれたって、なんかすごくこう評価されたような感じになるの、なんか俺らが言うのちょっとなんか変な言い方になるかもしれないけど、どういう感情なんだろうと思って、どういう感情、だから今日スカウトの人って結構来てたでしょ、見に来てたでしょ、だからやっぱりそういう意識ってちょっとあったかもしれないけどさ、うん、でもなんかこう俺よく言われるんだから、俺らが甲子園も出てない人とかって言われる、いや俺には関係ない、あそれは関係ないと思うんだけどと思ってんだけど、ドラフトは別に別物だと思ってたんで、あそう、まあ、そんなにどういう感情なのかなと思って、いやだからただ一つ言えるのは、だからさっき多分あれジャイアンツのドラフト1位じゃなくても、うん、やっぱり甲子園行ってなかったら、うん、行ってない選手にしてみたらそのドラフトで一気に有名になっちゃう、地元も含めて、うん、だからそれで世界は変わるっていうのはあります、ね、だからまあ多分一般的にそのまあ、山梨の人でも野球興味なかったら日大明星の木田が決勝で負けたってあんま別にそんな気にしてないじゃないですか、行った東海大甲府のやつがすごいってなってて、それがドラフトのでパンって指名された瞬間にやっぱり山梨から指名されたって思ってくれて、まあみんながまあやっぱり知ってくれたっていうのはやっぱり一気に変わるってな、ね、なんかよくさこの話で YouTube 出てよとかって言うと、いやで高校野球の話だからさっていう話で、僕らが甲子園出てないしとか、いやそれは絶対言うんだけど、それは思いますよ、絶対言うんだけどさ、俺には全然関係ないの、だから声かけちゃうんだけど、みんな、いやだからみんなやってたわけだから、やってたけど甲子園の話もできないし全然関係ねえじゃんとかなんか思うんだけど、いやいやいやそれは、いやこれはでもプロ入ってな、まあ、何年もやってて思うのは、うん、やっぱりいろんな人見てもプロ入って活躍した人、僕じゃないですよ、他の人見ててもプロ入って活躍した人とは違う人気、甲子園で活躍してそこでもう人気があった人はもう違う人気がもう本当にあって、うん、それはもう多分かなわないんだろうなっていうのは、うん、やっぱ思いますよ、そうやっぱ僕の前も荒木さんもそうですし、水野さんとか桑田さんとかそういう人たちいるじゃないですか、
でもどう考えても人気の質とかそういうのがやっぱ違う。で言うとけど、あれ自主と一緒にやってたじゃないですか。で、あれは伊藤だったかな、伊藤、あ、熱海だ、熱海でやってて本屋入ったよね。あ、入ったら一緒にいるんですよ、木田の方に全部行くんですよいやいやいや、そんなことありました。すごいなとかなんか思ってやった。いや本屋行ったの覚えてる？本屋行ったのは覚えてるでしょ。並んで見せたのに、何か何か見せたの覚えてないんだけど、そしたら子供たちかな、みんなだ、なんか焼きやってる帽子かぶってるのがなんかわかんない。でも全部が来たところにドーッと集まって、サインしてくださいと、なんかこんなだんだん寄っていってさそれは多分だ、それだ、そうですね、子供たちだからです。いやだからそれぐらい、あの、何だよ、プロ野球でこう活躍するというかさ、なんか俺そういうのはやっぱりすごいなっていうふうにはすごく感じたの。別に引け目は感じないよ、俺全然いいんだけど、自分で一生懸命やってたしそういうのはいいんだけど、あ、でもこれプロ野球でこう勝っていくって、なんかこんなにこう、なんだろう、子供たちというかファンの人たちにこうなんか夢じゃないけど、そういうのを引きつけるんだなっていうのをすごく感じたのはあったの。あ、そうなんですか、うん、ただ全然何とも思ってないんだけどね、俺木田を見てかっこいいなとか思ったことない。そんなそれは思うわけないしどう考えても人気でそんな勝つわけないんだいやいいんだけど、そんなのいいんだけど、たまたまその時が、いやでも今でもそれはやっぱりなんじゃないですか、その時のその子供たちがやっぱあの時まだジャイアンツが視聴率 20% くらいあったからジャイアンツ戦ね、ジャイアンツだから、まあそれはあったかもしれないですけど、いやでも本当、でも多分他の人たちがその甲子園行ってないしっていうのは、本当に甲子園でスターになった人たちにはもう人気とかそういうのではかなわないっていう思いはもうみんな持ってると思います。それも全然なんかさ、本当全然違います。俺らからしたらプロ野球でね、もう何百勝したとか、そういう人すげえなとか思うけど、いや何百勝した人たちはもうそれすごいって思うよね。何百勝で100勝ぐらいでも、100勝いかなくてもさ、ある程度勝ち星上げたり、だから木田みたいにこうさ、あの、なんだろう、まあ日本のプロ野球だけじゃなくてメジャーを経験したりとか、ね、独立に行ってまたやってるとかって、そうやってずっとやり続ける人の方が俺はなんかすごくこう尊敬できるし、木田さんを尊敬してるかどうか別としてそういう人たちを尊敬してるからさあと、じゃあそれでジャイアンツに入団するわけじゃん、結局そうやって憧れというか、はい、ね、憧れの人がいる。で、監督って当時が最初は王さん、王さん、王さんの時のドラフトで入って一軍に上がったのは藤田さん、王さんから藤田さんで、その後長嶋さんと5年ぐらいですかね。すげえな、すごいよね、同期ってちなみにあれで同期は同い年、同い年は多かった、あ、多かったね、一緒ですね。で、ドラフトで同期がと誰ぐらいなんですか？2位が、ジャイアンツで言えば2位は水沢さんのキャッチャーの、3位が高田誠さん、はいはいはい、キャッチャーね、法政ね、ね、俺と同い年、そうですね、だから、あの大学あ、そっか、もうだから一緒の人、だから粟野さんの外れ1位なんで、うん、あ、粟野の外れ1位なんだ、粟野さんの外れ1位です。そうなんです。それすら知らなかった。で、あと、そうですね、大川、まあ一軍で本当に一緒に入って、っていうのは、まあ、同い年多かったですね。あと、同期ってことで言えば高田さん、あと、入団ちょっと遅れたんですけど、勝呂さん。はい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 。同じ年のドラフトで入って。勝呂さん、俺の一つですよね。そうですね。で、ドラフト全体で言えば一番注目されたのは中日行った近藤慎一です。近藤は同期なんだ。同期ですね。そしたらいきなりの人がの人がすごかったね、あれも。で、まああとは大学生で青野さん、西崎さんとかですね。西崎もすごかったって言ったね、大学の時ね。 あれなんか古田が言ってたな、ほとんど三振らしいです、アウトは。すごいピッチャー、それで学ランの中もすごい派手でなんかすごい有名だったみたいな話してたけど、結局ね、プロ野球でもずっと怪我が来てた人ですから、ね、あんまり言ったらうちのファイターズの OB 会長あ、そうだそうだそうそうそう、うちの OB 会長じゃん、 OB 会長なんで、あんまり言っちゃいけないですけど、怪我が来てたの、怪我とか知りました、知ってんのにそう、同い年だからね、そうか、西崎と同期なんだよ、あの年代なんだよ、そうですね。